こんにちは、ベリーチャー大池です。今回は、夏野菜をたっぷり使った、スパゲティをご紹介します。パスタも野菜ももりもり食べたいという方はカロリーを気にせずお腹いっぱい食べてくださいね。最後まで動画を見ていただければ誰でも絶対に美味しく作れるようになると思います。このチャンネルは本場イタリアの本格レシピやオリジナルのイタリアンをご紹介していきます。ミニトマト、ぜひチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメントもお待ちしております。ということで早速作っていきましょう。本日使う材料です。ズッキーニ、ナス、赤いパプリカで、ミニトマト、ヤングコーン、そして少しパスタに旨味を足したいのでツナを使います。あとはニンニクと鷹の爪です。はい、それでは野菜を切っていきます。ズッキーニ輪切りにしていきます。贅沢に、1人前ですが半分ほど使います。続いてナスですね。ナスも、輪切りにします。こちらも、半分ほど使います。はい、続いて、パプリカ、こちらも半分使います。中の種を取り除きます。こちらは、乱切りで一口大に切ってください。はい、でヤングコーンも、半分ぐらいにカットしてください。続いてミニトマト、こちら半分にカットしてください。最後にニンニクを、潰します。パスタを茹でてきます。フライパンにオリーブオイルを敷きます。そして、先ほど潰したニンニク、この状態で火にかけていきます。最初中火でグツグツ茹ってきたら弱火に変えてください。色づいたら取り出してください。で、ナスとズッキーニをソテーしていきます。はい、ある程度ナスとズッキーニがしんなりしてきたら、パプリカ、そしてヤングコーンを加えます。オリーブオイルも足します。はい、ここでミニトマト、そして鷹の爪を加えます。で、お塩、こしょう、
ナを一缶の半量加えます。油は切らないでそのまま使ってください。これも旨味になります。パスタの茹で汁、スパゲッティが茹で上がりました。表示時間より2分ほど早く揚げます。このお野菜のソースの中で、最後まで火を通していきます。仕上げにオリーブオイル、はい、出来上がりました。お皿に盛っていきます。仕上げにオリーブオイルをひとかけして完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。美味しくできましたでしょうか。今回のレシピに特にルールはありません。ご自宅の冷蔵庫にあるお野菜をどんどんフライパンに入れてパスタを作ってみてください。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またまた一緒に作っていきましょう。